いた。お尻打っちゃった。なんなの、噛まれたかと思った。受けるびっくりしたでしょ。何、殺すつもり？だっていつぶり？思い出せもしないよ。45日ぶり。まあもう46日か。何してたか知りたくない？今までずっと死んだと思ってた。だろうね。これ見て。嘘でしょ。まだ一人なの？私なんか3年間リズの下だったよ、あの臭い女の。ファイアフライなんだね。まだ張ってたんだ。え、何してんの？ファイアフライがいるってバレたらまずいでしょ。大丈夫。この声に兵士はいなかった。はい、おめでとう。ねえ、怒ってない？怒ってない？私が急に消えたから。あんたには説明しないとだね。まずはここでよ、話はその後。こんな時間だよ、朝一で訓練がある。覚えてる？ファイアフライを殺す訓練。いいから服着て、行くよ。私ってほんとバカ。今までヤバかったことなんかないでしょ。やばい、なんかあるでしょ。くそ、よしあった。いい、体を横にするよ。傷を縫うもの探すからね。タコ、見張ってて、うん、すぐ戻るから。絶対ウェストン薬局、なんかありそう。
でよ。薬だけ飲んで B は置いてったの？ったく。うもう。救急キット。どうやって入ればいいの？全部盗まれてる。薬剤師だ。鍵を持ってるかもしれない。右に35、左に30、右に31。開いちゃった。うわ、キモ。やだな。頼むから生き返んないで。ないな。どこだ。あった、鍵だ。よし、ちゃうわ。ビビった。脅かさないでよ。よし、鍵、薬局、やってみよう。
軍のヘリコプターだ。あそこにあるかも。待ってて、ジョエル。糸はないか。まあこれは使える。よかったね、えらい。ありがとう。じゃあ来て、行くよ。で、どうやって見つけたの？ファイヤーフライのこと。そう、あんたが噛みついて銃を奪った男いたでしょ。うん、覚えてる。トレバーっていうの、彼。あ、まあ、通りを歩いてるのが見えたから後をつけたんだ。でも路地に入ったところで他の奴らが待ち伏せしてて、マーリーンのいるアジトに連れてかれた。怖くなかった？そりゃ怖かったよ。今度こそマーリーンに撃たれると思った。でもこう言われたの。遅かったじゃないって。来るって分かってたの。それで仲間にしてくれたってわけ。まあそんなとこ。殺されかけたのはテストだったってわけ。私の覚悟を試したの。光を見つけちゃった？あらごめんなさい、別に侮辱したんじゃないの。じゃあ今はこれを信じてるの？ともかくもう兵士じゃないんだ。30日なんて意味ない。感染者は増えてってるんだよ。奴らは隠してるけど。たくさん感染者を見た。ファイヤーフライになる儀式として殺すよう言われた。ねえ、他の話しよう。やばい、隠れて。ごめん、今は用心しなくちゃ。滑りやすいよ。私もファイアフライ入ろうかな。エリー、私もマーリーに頼んだんだけど、あんたには安全な学校にいてほしいんだって。
本当は会うなって言われたんだ。どういうこと？あんたをトラブルに巻き込むから。何それ、一人でいたって巻き込まれてるよ。ねえ、初めて来た時覚えてる？ここで何するつもり？サプライズがあるんだ。何？まさか恐竜かもね。恐竜なら仲直りしてもいいよ。だから我慢しなって。そういえば取り返せたんだ。水鉄砲？マジで？あのバカ胡蝶が返してくれたっていうの？まさか事務所に忍び込んだんだ。一瞬本当に取り返したんだよ。けど奴に見つかっちゃった？その通り、見つかっちゃった。ウィンストンが死ぬなんてね。知ってたの？うん。なんでか知ってる？さあね。何か残ってるかな？うっそ、これウィンストン？ハンサムだったんだね。あった。飲まない？私はいい、もらおっと。じゃあね、ウィンストン。う、強いね。行こう。あの馬はどこ？多分ウィンストンが死んだから連れてかれたんだ。かわいそうだよ。きっと怯えてるよね。エリー、これ手伝って。ここ通りたくない。潰されそうな気がする。大丈夫。先に。あのさ、他の道探すってのはどう？素敵。ねえ見て、こっちに隙間がある。よし、気をつけてよ。分かってるって。今日2回目だよ。こんなとこがあるなんて知らなかった。ねえ、あんたにぴったりのマスクがある。ライリー、ぴったり。見てよ。何それ、狼男？つけて。最高、活かしてる。吠えて。わお、エリー本気？ちゃんと吠えて。わお。そうこなくちゃ。
あと何があるか見てみようよ。うわあ、こんなにたくさんある。見て。これ買う人がいたの。本当に？わあ、バカみたいだね。あっちのマスクも最高だね。うっそ、あたし吸血鬼大好き。我が名はドラキュラ伯爵。違うよ、伯爵夫人。ドラキュラ伯爵夫人。いいね。恐怖の体験、実在する怪物と悪霊の話。骸骨があなたの未来をお告げしますか。じゃあ今日死にますか。無言？つまんない。裏を見るんだよ。あ、その可能性はなさそうです。あ、う、安心。ひらめいちゃった。下の車見える？うん。あんたは赤、あたしは青。レンガをぶつけて先に窓を全部割った方が勝ちね。本当にやる気？あたし最強だよ。決まり。じゃあ負けた方は一つだけ質問に答える。何それ、罰ゲームってこと？まあいいよ、やってあげる。ガッシャン。これどうだ。二つ目は。やったね。バリン。どうこなくっちゃ。硬かったよ。はいはい、負けは負けだよ。じゃあ質問タイム。怖いな。いくよ。
なんで黙って出てったの？そうするしかなかったんだ。エリー、他の人たちにも言ってないけど、私は友達でしょ？違う？そうじゃなくて。来て、見せたいものがあるんだ。こっからはすぐだよ。結局答えてないじゃん。ここで何すんの？気味が悪いんだけど。電気って限られた場所にだけ通じてると思ってたでしょ。違うもん。ついてきて。実は電気は街中に通ってる。ブレーカーが落ちてるだけだから上げてやればいい。うまくいくわけないって。だから言ったでしょ。じゃあモール全体についたの？確かめてみよう。見たら驚くよ。待って、そのもう分かったよ。あんたが生きててよかった。あんたとまた遊べて嬉しいし、それに本気じゃない。出ていく前に私が言ったこと本気じゃなかったんだ。ライリー、あんた最低。始めたのはそっち。まったく。準備は？バッチリ。嘘でしょ？